こんにちは。さあ今日は袴田チャンネルで、はい、この駒沢球場で撮ろうということで、こう今日はね、はい、勝負です、はい、里崎&袴田チーム対スタッフ連合で、はい、ストラックアウト対決です。え、私佐藤さんとチーム組めるんですか？そう。うわー、初めてだ。だから私が負けたら佐藤さんの罰ゲーム見られるんだ。だからそのまあそういうそんなんダメよ。そうですね。私は負けたくないんで。だからこれストラックアウト、はい、今日のルールは1チーム10球、はい、10球で何個ストラックアウト完成できるかで勝負です、はい、ストラックアウトってこんな楽ちっちゃいんですか？そうだよ。もっとテレビとかで見てるのもっと大きいかと思った。テレビとかこうあとくっついてるからこう2枚抜きとかね、はい、できるけど、これ1枚ずつしか抜けないから、はい、でこれはちなみに抜けると、はい、これがピローンって取れてこの青に変わるからね、はい、あ、本当だ。そうそうそう、はい、これ意外と力、意外と力入れてやらないと、はい、あの当たるだけで超えていかないからね。ちょっとこう緩めていけばいいんじゃないですかね、うん、これってなんでこっち3じゃないんですか？ん？あ、なんで1に1なんだろう。ほんとだね、やば、これあれだね、これミスかな。ミスだね。初めて見ました。ですよね。まあまあいいでしょう。いいでしょう。こんなのあるんだ、うん、でこれで対決です。どうよ、どうよ、勝てんのか。楽そうでしょ。いけるよね。また俺、しかもなんかそっち友達の、はい、ステッケット呼んできてます。今日は負けられへんから、ステッケット、ステッケットカモン。はい、僕のあの幼い頃からの友達で、大学まで野球やってた友達で、今日は強力です。もう今日こそ罰ゲームね。ベストメン取ってるらしいよね、はい、あの巨人の畑くんからオールスターレフト前タイムリーってますんで、でしかもだって先生も大学野球やってたんでしょ。やってました。やってた、やってました。こっち専門で、こっち専門で、ベンチの方、こっち専門なんです。でも青ドラゴンハンドボールやってた。ハンドボール、僕は、はい、ハンドボールです。めちゃくちゃハンデあるじゃないですか、私。大丈夫ですか？プロ。あ、プロ。そうですね。そうですよ。プロだ。あ、そっか。なめてんの？プロだ。そうですよね。アマチュアとプロの差ってすごいですもんね。ああ、はい、だってアマチュアがもし地球上に立ってたら、はい、もうプロは太陽の中で燃えてるよ。はい、それぐらいの差あるよ。じゃあ私ぐらいが混ざっても全然平気だと。楽勝、楽勝、楽勝。でも箱間さんはさ、はい、大丈夫だから。はい。教えてるじゃん。はい。そう。私教えてもらってすごい上達しましたもんね。あ、始球式。はい。どうだった？ちょっともうバッチリでした。お、さすが。バッチリでした。だからその教えをもとに、はい、今日は対決で、はい、だから10球中で、はい、どっちが抜けるのか、じゃあ予選候補を決めよう。はい。じゃあ袴さん、じゃんけん強いから。そうだ。最初はグー、じゃんけんパン。あら。どっち？先行で。先行。はい、じゃあ後攻で。じゃあ10球ね。じゃあ頼むで。いけ。プレッシャーかけろよ。オッケー。任して。ショートで。ショート。はい。おい！おい！経歴詐称やろ。嘘やろ。どうなってんねん。やばい。いやもう合わすに疲れたな。違う人連れてきたんちゃう。いや。ちょうど長尻合わせてもらえるようになってきてるんで。なるほど。もう僕行きますわ、じゃあ。これおい、これ勝負にならへんぞ。本当ですね。真剣にしてよ。え、待って、これ私の方が上手かもしれない。う、見えてんの？すごい見えてんの？すごい上行ってるよ。見えてマスクで見えてる。なんかね、さっき H の方狙えって言ってたから、あっち側ちゃんと。それ、イメージやから。イメージ、イメージの話やった。イメージやから。じゃあ次はハンドボールプレー。あ、ハンドボール。オッケー、任せて。いや、わかるよ。ハンドボールはワンバウンドでまた抜いていくやつとかあるからね。わかるけど。あ、ワンバウンドはダメなんですね。ワンバウンドはダメなんですね。もうそろそろ本気出そうよ。もう出しますか。もう出そう。おい。真面目にやろうぜ。すいません。そうです。今だったら私の方が上手ですよ。
ちょっと待って。マジマジやからこれ。ハチ狙ったの。もう俺カーブで当てるわ。いけ、JP のカーブ。あれ？この流れ変えるわ。4点あ、1枚ですね。4点あと1個。じゃあ青空くん。いやいやいや、先生行こう。いや俺行こう、俺行こう。じゃあ行け。大丈夫？サインが決まらない時の沢村。はよ投げろ。惜しい。4球同じとこやねん4投手コーチ。私教えてもらったのは山なりのこういう投球しか教えてもらってないので、はいはい、シュッっていうのは投げられるか分かんないんですよ。だから白馬さん真ん中でいいんじゃん。でも誰に教えてもらいましたか、白馬さん。え、でも俺は強さとか教えてないからね。そうそうなんです。女の子よ、お前らだって元野球経験者やろ、大学。そうそうですよ。そう真ん中やろ、当てない。だって強さとコースいんねんで。そう、え、キャッチャーとセカンドベースの真ん中っていう。知らん。キャッチャー基準。キャッチャー基準。ここでいいやん。ここ、これ近いんじゃないですか。でも強い球投げる方法が分かんないよ。じゃあ、白馬さん1球投げてみて。1球投げてみますか。はい。とりあえずじゃあ。そっから。そっから。うん。練習でね。これわざとやん。これやってるな。これやってるな。でも、あの球の威力やったら、あ、なあかんから。よし、ここで行こう。ここで行こう。よし、じゃあ本ちゃんね。じゃあ1球目いきます。はい。惜しい、惜しい、ナイス。お、今ちょっと4と7の真ん中いったね。あ、そうですね。惜しい、楽勝やろ。じゃあ佐藤さんの1球目5番、ど真ん中。はい。お、よし、ちょっと待って、これいけるいける。今先が早川さん、一つ言い訳していい、はい、俺さ、キャッチャーだからさ、なんかこんな傾斜のとこ投げたことないんだよ。もう私が開けた方がいいですね、これね。そうです、頑張って、はい、頑張ってこれ、多分私がもう抜きますわ。いきます。あー、よし、ダメだ。勝てるんじゃん。3球終わったばっかりやないか、お前。何番を？5番、5番で、ど真ん中。ドクター、ドクター、肩が、肩が、肩が、ドクター、肩が、肩がいってやんか。促せーけど、病院の先生、横田さん、よろしく。不安になってきた。どうぞどうぞ。不安になってきた。これ先行の特権やな。プレッシャーがいいから。プレッシャー。不安になってきたよ。位置が遠い。よし、ちょっともう私が頑張ります。いきます。3球目。1。あ、1。お、1、ほら、ほら、これ、これどう、これ、ほら、これは、ほら、抜ける、抜けてる。ここやったんじゃん。いやいやいや、青になってる、青になってます、緑になってる。イエーイ、ちょっと佐藤さんがあんま頼りないってことが分かったんで。俺はいいとこ持っていくタイプよ。そうなんです。今まで
わざとじゃん。最後の最後に決勝だよ。だって本当にポポンって俺が2球やって終わってつまんないじゃん。そうですね。そりゃそうです。演出、演出よ。今までのはね、演出。そうか。5番。あら、惜しかった。ちょっと、当たってます。いやいや、いちいちいけー。はい、はい、ここ見てください。ほらほら、ここ見てください。ほらほら、肩、肩。ほらほら。肩いっとるな。これはどう？これ俺もちゃうよ。すごい、しっかりついてる。僕は全部フレームアウトなんで。僕らフレームアウトなんで。どうなんこれも。これは、アウトやな。これは違うな。ダメだ。まあね、もう佐藤さんにいいところをね、お渡ししたいので、私は気楽に行きますよ。あれちょっと待って、から惜しい。さあ、4番アウトコース。俺一番親父だからね。あと2球、あと2球、高間さんよろしく。私本気で行きますからね。OKOKOK。 行きます。あれ、よっしゃ、サドンデスやばいな。うん、これも同点やな。プロの底力見せてくださいよ。おい、5番。一番外れてませんでした。ひどい、ひどい。やばい。肩がもう震え。僕らの勝ちじゃん。なんで一対一、一対一じゃんけよ、お前。一対一じゃんけ。一球ずついきますか。お、じゃあ一球ずつや。よっしゃ。じゃあ一球ずつ。サドンですよ。サドンです。任せてください。師匠に教わったんで、ここは私が決めますよ。いきます。よっしゃ。待って、待って。いや、言ってないです、今のは。言ってないです。言ってないな。はい、行くのよ、はい。じゃあ行こう、行こう、行こう、行こう。全部使う、全部使う。よっしゃ。じゃあ佐藤さん、これ決めてください。かけてるからね。おお、おお、おお、すげえ。今のはいいわ。すごい。やった、勝ったぜ。最後綺麗に、綺麗でしたね。文句の言いようもない。最後の最後。それでは皆さん、お待たせいたしました。お待たせいたしました。罰ゲームです。イエーイ。罰ゲーム何ですか。一発芸3人で。3人で。うん。3人で。一発芸。じゃあなんか得意なモノマネとか何でも。あ、そう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 、いいよ。負けたもんだってね。俺勝ったし。じゃあみんな球場やから野球のモノマネしよう。サッサのモノマネいきます。お、たださっとうざき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 。あれ、なんか見たことあるの。あれ、見たことあるの。あれ、完全パクリやな。完全パクリやな。おい。先週見ました。先週だと一緒やん。ね、じゃあ佐藤崎さん。おお、2発連続ですね。佐藤崎さん多いぞ。すごい。ロッテコアラのマーチ。
いいじゃないですか。どうすか。いいんちゃう、いいんちゃう。採用やな。3番サード片岡。これめちゃめちゃおもろい。松坂大輔から三振した時の片岡さん。実家はひどき風呂リフォームリフォーム。自信を確信に変えました。